文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回はですね、スカイハイさんに関する話ですね。まあちょっとした雑談みたいな感じになりますけれども、まあスッキリでも特集をされておりまして、BMSG というかザ・ファーストのオーディション盛り上がっておりますけれども、なんかね、やっぱりだんだん注目度が上がってきたなっていうのがすごく自分で実感をしているというか、分かるんですよね。去年実はスカイハイさんのオーディションがやるっていうことがニュースで発表された時から私自身は注目をしていたんですが、ただその時は本当にごく一部の人しか全然注目していなかったんですよ。でも実際始まってみたら見たいっていう人がどんどん増えてきているし、多分ですけど、まあ TVer でも見れるけれど Hulu とかで最初見てなかった人も Hulu で例えばね1から見たりする人も多いかもしれないし、まあスッキリがねやっぱりさすがテレビだなっていう風に、なんやかんやでテレビってすげえなって思うんですけど、まあ編集とかでねすごくわかりやすく伝えてくれているので、初見の人でも見てもわかるようになっているなっていうところ、あとやっぱりね加藤浩二さんはじめとするコメンテーターとかね、皆さんの力というのもあるなっていう風に思うんですけれどもですね、まあスッキリの方実は私最初見てなくて今回から初めて見たんですよ。Hulu の方の完全版は明日というか、まあ、金曜日にだいたいねやるということで、スッキリの方ではだいたい木曜日と金曜日でやってるんですよね。でスッキリを見れなかったとしてもそこの部分だけ TVer で放送がね見れるようになっているので、だからなかなか平日のね朝ですからリアルタイムで見るっていうのは難しい人もねたくさんいますし、私も今日たまたま休みでねちょっと腰も痛いんで家にずっといたんで、それで見ることができました。やっぱね面白いっすね、テレビでスッキリでまとめているとね。だから二次プロジェクトもこうやってまとまってというかこうやって注目されていったんだなっていうところがすごくわかりますよ。なんかだから私もテレビそんなにね今懐疑的というかもう必要ないんじゃないかななんて思ったりする部分も多いんですけど、やっぱりなんやかんやテレビの力ってすげえんだなってちょっとね思わされちゃいましたね。まあそれはねまあ別の話なんですけれども、ですね、まあスカイハイさんの話って言いましたけれども、なんだろうな、ちょっとこうなっていくんじゃないかなみたいな、そういうなんでしょうね、妄想というかね、そういう願望、妄想願望ではないですね、そういう考察みたいなところがありまして、スカイハイさんがもしかしたら今年下半期ぐらいになった時に理想の上司みたいな感じでいろんなところで特集されるようになるんじゃないのかなというふうなところですよ。まあ結構やっぱスカイハイさんの指導力とかね、あと一緒にこうね涙も流してこう一緒にねまあいわゆるこれはオーディションなんでちょっと違いますが、会社で言ったら上司と部下に当たるわけでして、プロデューサーと参加者というところでね、だからスカイハイさんみたいなタイプのその一緒にこうね泣いてくれるし一緒に笑ってくれるしこうなんかねバーベキューとかそういうのもね企画してくれるしみたいな、そういうタイプの上司が欲しいなんて思う人がいるかもしれないと思ったりしたわけですよ。でスッキリでね特集されているっていう、まあこの共通点として、まあ皆さんこのスッキリでねオーディションでねすぐに思い浮かぶ方もいらっしゃるかもしれませんが、NiziU のプロデューサー JY パークさんが浮かぶわけですよね。NiziU が出てきた頃はまあ NiziU の注目度もそうでしたけれども、 JY パークさんがつまり理想の上司みたいな感じで特集されることがすごく多かったですね。なんかそういう流れもあって、例えばいつテレビをつけてもニュースを開いても JY パークさんを褒める記事とかニュースとかが多めに上がってる時期っていうのがありました。まあそれね、例えば昔から JYPE を知ってる人たちはなんか良いところばっかり出されてるなみたいなことを思った人もいるようなね、そういう話も聞きますけれどもね、まあそれはまたちょっと私が語ることではないので置いておきますが、まあそのパターンがね来るんじゃないかと。あとスッキリがねワイドショーですから、だから例えば JY パークさんの時スッキリ見てたわけじゃないですけど、 JY パークさんのこの子がすごいみたいな感じ、そういうことをやってたんじゃないのかなって思うんですけど、で今回はスカイハイさんのここがすごいみたいな、そういうところをスッキリだったらそのまま流れで特集しやすいと思うし、まず番組としてまあ今結局ザ・ファーストが一つのコーナーとして盛り上がっていますから、だからその流れでさらにね視聴者維持率といいますか、それを長くさせるためにスカイハイさん本人に特集を組むみたいな、そういうことも可能かなという気がするし、なんかね今年の下半期とかぐらいにまあザ・ファーストのねグループデビューが決まった暁にはそういう風にこうスカイハイ
理想の上司みたいな、理想の上司って言ったら今理想の上司で、ね、理想の上司、うん、だっていう感じで言われる感じになるんじゃないかなって思ったりしてるかなって思うな。で、なんだろう、まあじゃあビジュアル的な話で言うと、特に女性とか、まあ男性の私でもそう思っちゃうんだが、あんなかっこいい上司いたらやばいっすよね普通にそう思うんだよな。まあ、あの上司というかね、まあそうですよね。年齢的にはね、 J.Y. パークさんよりね、あの年がだいぶスカイハイさんは下の方ではあるけれども、まあその辺はあんまり関係ないですね。まあこうなんていうか、あとまあ見る人たちが20代とかね、10代とか20代とか、特に新社会人の人たちとかだったらね、社会人2年目とか3年目とかだったら、やっぱ上司とかでスカイハイさんいたらすげえいいなって思うと思うんだわね。優しいしね、優しいだけじゃなくて厳しいし、その厳しい中にもちゃんとした理由があって、それもちゃんと説明もしてくれるし、なんかこうすごく親身になって考えてくれてるなっていうところがあるしね。そうだから、そこの部分ですよね。で、まあやっぱりね、 J.Y. パークさんの時も結局あの日本にも一定数のあの韓国、まあ K-POP 含めて韓国があんまりね、あのうんってよろしくないっていうタイプの方って結構やっぱりいらっしゃるっちゃいらっしゃるわけですよね。私の周りでも正直いますよ。だから、まあ私は K-POP が好きなので、その辺の方々とは意見が合わないことも多いんですが、まあそれは個人の考え方なので、もう仕方がないっていうね、ところでもあるので、うん、それはあるんですけど、スカイハイさんに関しては日本人ですから、で、まあね、だからそういうところもあって、そういうちょっと変なことで、ちょっと異議を唱えるような連中っていうのも少ないんじゃないかなっていう気がするし、あとこう、スカイハイさんのそういう指導の仕方とかね、いろんなのあるけど、それがこうなんか、あの、もっとね、いろんな職種とか、いろんな業種とかに、やっぱ応用できるところって多いなっていうふうに思うし、あの、スカイハイさんのその考え方とかもね、すごくだから、なんか参考になるっていうとおこがましいです。すごくね、なんか、これはすごいなって思う考え方がすごくね、あるんですよ。今までHuluで、あの、見てきた感じでね、ザ・ファースト、そう。まあ、単純にスカイハイさんまずかっこいいっていうところもあるからね、あの理想の上司的なところでね、そのビジュアル的な部分もね入ってくるかもしれませんけどね。まあ、あの J.Y. パークさんに関してはビジュアル的な部分ではそういう風に入ってくるって感じじゃないですからね。だから失礼なこと言ってんな、うん、で、いや、じゃあもう J.Y. パークさんもかっこいいと思うけどな、うん、あのでもスカイハイさんに関してね、なんかやっぱりね、上司があれだけ優しかったらね、そしてそのあのかっこよかったらね、ドキドキするなっていう、なんで男の俺がドギマギしてんだろうなって話だけどね、ちょっとそんなこと思ったりしました。まあちょっと私の考察というか分析というか妄想というかね、まあ、妄想が一番多い気もしたけどねはい、あのなんか皆さんも薄々思ってた方もいらっしゃるんじゃないかなって思うんですよね。まあスッキリっていう、まあ二次プロジェクト J.Y. パーク20あの辺のまあね、オーディションでやるっていうところの共通点があるからね。まあでも最初はね、このスッキリでね、放送されるっていう予定も最初はなかったわけというか、まあなんやかんやで話をダメ元でスカイハイさんが持っていったら OK してくれたっていう話もあったんで、ね、そこのなんか実はスッキリさんのね、その懐の深さっていうところ、実はね、ワイドショー好きじゃないんだけれど、でもスッキリさんのそこの部分、おうって思ったんですよね、普通に。そう。まあ、それで、実際今回初めてスッキリの方で、あの、ザ・ファースト見てみたら、さすがにやっぱりテレビのまとめ力って、編集力ってすげえなって思っちゃったんで、これはだからもっとやっぱりスッキリを見てね、TVer で見てもらって広まっていってほしいですね。うん、だからね、あの、Hulu 派の人もいるかもしれないんですけど、ちょっと私今回から、あの、Hulu の方の完全版も見るし、せっかく TVer で見れるから、スッキリの方を見ることにしました。ね、そんな、なんかその方が、スカイハイさんの考え方とか、やっぱりね、あの、結構わかりやすくまとめてくれてるし、前回とかそういった映像とかも流してくれるから、その相関関係がわかりやすいというね、そういうメリットもありますよね。まあそんな感じのことを思いまして、今回は、スカイハイ理想の上司として今年上半期、うん、下半期ぐらいから言われてくんじゃないのみたいなことを思っちゃったりしましたって話です。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。